して山田議員。18番。皆様こんにちは。私は自由民主党岡山市議団の山田正幸でございます。インターネット中継やオニビジョンで見てくださっている皆様、ありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。それでは通告に従いまして質問に入らせていただきます。大きな一番、児童生徒一人一台タブレットの導入の効果について。2019年12月文部科学省がギガスクール構想を発表しました。このギガスクール構想の中核となるのは全国の小学校児童中学校生徒全員への一人一台端末とストレスなくインターネット上の情報やクラウドを利用できる高速大容量の通信ネットワークの一体的な整備です。当初一人一台端末は2023年度までに整備予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて状況が大きく変化し、臨時休校という事態もありました。そこで一人一台端末の整備は2020年度に前倒しされました。地元の方などから小中学校での ICT の整備活用において日本は遅れている、ICT 機器1台を何人かで使うのではなく1人1台にしなければ日本は諸外国に負ける、日本の将来も危ういとよく言われていました。この1人1台端末によってハード面は整えられると思います。1、岡山市の全児童生徒に対して1人1台端末が整備されると聞いていますが、来年度以降ギガスクール構想が本格的に動き出すにあたり、各学校からインターネットを利用するための通信回線の容量は確保されているのでしょうか。2、幼稚園児でも ICT 機器を使いこなす園児がいます。家庭環境の違いで端末操作がスムーズにできる児童生徒とできない児童生徒がいると思われます。このことについていかがお考えでしょうか。ご所見をお聞かせください。一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークが実現されることにより、一斉学習において教師がデジタル機材を活用した授業を行えるだけでなく、一人一人の反応に応じてきめ細かな個別学習の可能性も大きく広がるでしょう。3、上記の内容も含めて児童生徒が一人一台端末を活用していくことの効果をどのように考えておられるのでしょうか。お聞かせください。また効果ばかりでなく問題点もあればお示しください。一人
人一台端末の導入には多少の困難もあることと思います。このような時期を経て ICT 分野においても世界で通用し世界をリードできるようになると思います。4、配られた端末の緊急時の家庭への持ち帰りやモバイルルーターの貸し出しは今後検討されるとのことですが、平常時の持ち帰りについてはどのようにお考えでしょうか。家庭で端末を使用できるようになれば、これまで家庭の事情により自宅でインターネットが使えてこなかった子どもが自宅で平等な学びの機会を得られるようになります。しかし利用者が15歳以下の子どもです。制限が多く利用に制約があって使いにくいことも考えられます。また丸5、利用者が15歳以下の子どもですのでセキュリティ対策が重要になります。どのような対策を取っていますか、お示しください。大きな2番、高齢者施設入居者の選挙権の行使について。選挙は民主主義の根幹をなす制度で、投票に行くことは大変大切なことです。しかしながら近年は高齢者施設に入所されている方も非常に多く、その対応が重要だと考えているところです。高齢者の方が施設に入られていた場合、その施設で不在者投票ができる、いわゆる指定施設に入られている方は気軽に不在者投票ができますが、それ以外の施設に入られている場合には投票が難しい場合もあると伺っています。投票率が低下傾向の中、投票したいと思う人がどのような施設に入っていても投票できることは非常に大切なことだと思います。そこで伺います。1、岡山市内には不在者投票ができる老人ホームや介護老人保健施設のような指定施設はどのくらいありますか、お示しください。2、不在者投票ができる指定施設の指定は誰がどのような基準で行うのでしょうか、お示しください。3、指定施設が増えるような働き方はできませんでしょうか、お示しください。4、住民票と違う区の施設に入所している方が投票に行くとなれば大変だと思いますが、何か良い方法はないのでしょうか、ご所見をお示しください。3番、小中学校の給食について。日本では小学校や中学校で給食が提供されています。はじめは欠食児童対策として始まりましたが、教育の一環、食育として位置づけられるようになりました。私の場合、中学校ではまだ給食はなく、小学校の時だけありました。脱脂粉乳とコッペパン、そして今では高級食となったクジラの肉もよく出ていました。
あまりおいしいものではありませんでした。コロナ禍の前、地元の小学校で給食に招かれたことがあります。併設の給食室で調理されて、とてもおいしくいただきました。丸1、給食の形式は自校方式と共同調理方式があると聞きました。岡山市での割合はどうですか。お示しください。丸2、自校方式の方が出来たてのものが食べられ美味しいと思いますが、共同調理方式への移行の要因は何でしょうか。お示しください。丸3、子どもの数が減り、使用されていない教室を使ってバイキング給食が行われているそうですが、食育という点ではどのような位置づけで行われていますか。お示しください。私の頃は食物アレルギーに対して、ね、対しての配慮もなかったように思われます。現在コロナ感染症ワクチン接種の話題とともにアナフィラキシーの言葉がよく聞かれます。児童生徒の中にはアナフィラキシーショックの危険性のある食物アレルギーを持つ児童生徒もいます。丸4、このような児童生徒に対してどのような対策が取られていますか。お示しください。丸5、学校給食には牛乳がついていますが、アレルギーにより牛乳が飲めない児童生徒には何か対策が取られていますでしょうか。お示しください。地元の方から、丸6、朝ごはんを食べないで登校する児童生徒のような子どもに2時間目と3時間目の間の長い休憩時間に給食で配られる牛乳を飲ませるようにしたいという要望をいただきました。この要望に対してはどのようにお考えでしょうか。お示しください。給食代の未納が問題となった時代がありました。バナナ、本市での実態はいかがでしょうか。お示しください。子どもの貧困が問題となっています。そのような児童生徒の中には給食でしか栄養が取れないと聞きます。未来の日本を担っていく児童生徒のためにも学校給食の役割は大きく大切です。期待しております。大きな4番、行政におけるコロナ禍の影響について。コロナ感染症拡大とともに3密ソーシャルディスタンスという言葉をよく聞くようになってから早1年が経ちました。感染予防のために仕事の形態も変わってきました。市役所や区役所において岡山市民など来所者との応対は対面で行う窓口業務になると思います。非常事態宣言、そして丸1、岡山市での感染拡大とともに来所者の数は変化がありましたでしょうか。減少したこともありましたでしょうか。お示しください。丸2、市役所や区役所の窓口業務においてコロナ禍の影響はありましたでしょうか。どのような影響がありましたでしょうか。お示しください。丸3、窓口業務でコロナ感染症の拡大予防としてどのような対策をなさいましたでしょうか。またコロナ禍による収入減少者の給
救済対策への申請のために来所する人の実態はいかがでしたか。個別具体的にお示しください。3密を避ける新しい働き方としてテレワークによって仕事をする人も増えました。市役所・区役所の職員の仕事とテレワークは馴染まないような気もしますが、職員の中には丸4、コロナ禍対策としてテレワークで仕事をした職員もいましたか、お示しください。丸5、社会的にはコロナ禍によって業務のデジタル化が進んだようですが、行政の面ではどうでしたでしょうか、お示しください。ご清聴ありがとうございました。以上で第1回目の質問を終わらせていただきます。ご答弁をお願いいたします。当局の答弁を求めます。教育長。教育長でございます。本件1番、児童生徒1人1台タブレットの導入効果についての項順次お答えしてまいります。まず通信体制の回線の容量は確保されているのかというお尋ねです。1人1台端末の整備に伴い現在各学校について通信回線の構成変更を含めた速度改善を行っているところであり、今年度中に1人1台端末を活用するための回線容量が確保できると考えております。次に家庭環境の違いで端末操作がスムーズにできる児童生徒とできない児童生徒がいると思われるがご所見をというお尋ねです。この度の1人1台端末ではどの児童生徒も初めて行う操作が多くあることから、家庭環境に関係なく丁寧な指導が必要であると考えております。現在個人ごとの ID やパスワードの入力、新しいアプリの使用など操作方法を示した児童生徒向けの動画を作成しており、教員が映像を見せながら分かりやすく説明できるようにしております。次に児童生徒が一人一台端末を活用していくことの効果並びに問題点を示せというお尋ねです。一人一台端末を活用して必要な情報を収集したり考えを分かりやすく伝えたりする中で、児童生徒が学習に主体的に取り組む姿を見られると期待しております。また児童生徒が自分の力に合わせて問題が選択できるアプリなどを活用して学習することで基礎学力の向上にも効果が現れると考えておるところでございます。現在端末の故障など機器トラブルの問題が起こりうると考えておりますが、今後 ICT を活用した事業を推進していく上で生じた課題についてはその都度対応を検討してまいります。次に平常時の持ち帰りについてどう考えているのかというお尋ねです。基本的にまずは事業での活用を考えており、平常時の持ち帰りについては考えておりませんが、今後国が示すとしている持ち帰りについての考え方、他都市の事例などを参考にしながら実施時期も含めて検討してまいります。この項を最後にどのようなセキュリティ対策を取っているのかというお尋ねです。ギガスクール構想で配備した一人一台タブレットはコンピューターウイルスに対してセキュリティの強固な Chrome OS を選定しているほか、不適切なウェブサイトの閲覧制限措置を行うこととしております。以上でございます。選挙管理委員会委員長。選挙管理委員会委員長です。2項、高齢者施設入居者の制限地選挙権の行使について1、指定施設はどのくらいあるのか、2、指定施設の指定は誰がどのような基準で行うのか、3、指定施設が増えるように働きかけはできないのかというお尋ねですけれども、一括してお答えします。高齢者施設等が不在者投票施設として指定される基準は、その施設での投票が投票の秘密や選挙の公正を確保しながら適切に行われるための設備や人手といった点を考慮し、
おおむね50人以上の人員を収容することができる規模の施設であることが判断の一つの目安と指定されています。なお、この指定は岡山県選挙管理委員会が行い、岡山市内には73カ所の老人ホームなど合わせて140カ所の施設、病院等が指定施設となっています。また言うまでもなく、施設入所者の選挙権の行使は大切であり、指定施設の充実について機会を捉え、岡山県選挙管理委員会とも協議させていただきたいと考えております。次に、4、住民票と違う区の施設に入所している方の何か良い投票方法はというお尋ねですけれども、住民票を置いている区と異なる区の施設に入所されている場合、住民票を置いている区の当日投票所か期日前投票所で投票していただくことが基本です。不在者投票も可能ですが、住民票を置いている区の選挙管理委員会に不在者投票の請求を行い、施設の最寄りの区役所で不在者投票をすることもできます。以上です。局長でございます。大きな3番、小中学校の給食についての項順次お答えしてまいります。まず、自校方式と共同調理方式の割合と共同調理方式への移行の要因について合わせてお答えいたします。自校方式と共同調理方式の割合は、自校方式が約 74%、 共同調理方式が約 26% となっております。また給食施設の老朽化や児童生徒数の減少などの諸課題に対応するため、中学校については共同調理方式としていくこととしております。次に、使用されていない教室を使ってバイキング給食が行われているそうだが、食育という点ではどのような位置づけかということですが、バイキング給食を実施している学校につきましては、食に関する指導の全体計画の中に位置づけて取り組んでいると認識しております。食事を通して好ましい人間関係を育て、栄養バランスを考えた食事の取り方を学ぶことができると考えております。次に、アナフィラキシーショックの危険性のある食物アレルギーを持つ児童生徒に対しての対策、また牛乳を飲めない児童生徒への対策について合わせてお答えいたします。食物アレルギーを持つ児童生徒に対しては、岡山市立学校における食物アレルギー対応マニュアルに沿って主治医の診断をもとに保護者と学校で面談をしております。牛乳が飲めないなど食物アレルギー対応が必要な児童生徒は牛乳を提供しないなど、ここに応じた対応を決定しております。またアナフィラキシーショックに関する対応策として、緊急時に教職員が適切に対応できるようシミュレーション研修等を校内で行っておるところでございます。次に、朝ごはんを食べていない児童生徒に休憩時間中に給食で配られる牛乳を飲ませられないかというお尋ねですが、学校給食は安心安全を最優先として給食時間までの衛生管理を徹底して行っております。さらに校長による事前の検食をして安全を確認し、安心して食べられる給食として提供しております。したがって給食時間以外に牛乳だけを飲ませるというのは困難であると考えております。この項を最後に、給食費の未納の実態でありますが、令和元年度の未納額は約940万円で、未納率は約 0.3% となっております。以上でございます。総務局長。総務局長です。4番、行政におけるコロナ禍の影響についての項のうち、職員のテレワーク、業務のデジタル化についてお答えいたします。本市では職員の働き方改革の取り組みとして、昨年12月下旬からテレワークの施行を開始しています。まずは内部管理や企画立案等の担当を中心に実施し、業務との適合性や効果、課題を検証しているところです。テレワークは職場の3密回避や通勤混雑の緩和など、感染拡大防止の面でも効果が期待できることから、東京事務所では緊急事態宣言下のコロナ対策として1月8日から職員4人が交代で毎日2人ずつテレワークを実施しているところです。またコロナ禍により対面での会議などが困難になっているため、ウェブを利用した会議、説明会などのデジタル化が進んでおります。以上です。
市民生活局長。市民生活局長です。同じく市民サービス窓口への影響について一括してお答えします。区役所等の市民サービス窓口への来庁者の動向を転入・転出など住民移動届の状況で見ると、昨年4月から今年1月までの10ヶ月間の移動届の件数は対前年度同期比で約 5% の減少と大きな変化は見られませんでした。また住民票など証明書の発行件数についても同様に大きな変化はありませんでした。窓口業務は対面サービスが中心のため、職員・来庁者双方の感染防止策としてマスクの着用や消毒の徹底、飛沫防止のためのアクリル板の設置、待合での密の回避などに努めるとともに、万が一職場で感染者が発生した場合の BCP 業務継続計画、その体制の整備などを行いました。以上です。保健福祉局長。福祉局長です。同じ項で、コロナ禍による収入減少者の救済制度の実態についてです。国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料について、国の基準に基づき、一定程度収入が減少した方への保険料減免を行っています。減免実績としては、国保が1572件、介護が831件、後期高齢医療が219件で、申請者は飲食業、商品販売、運転手、美容師などの個人事業主が多くを占めています。なお感染防止対策のため窓口受付ではなく郵送といたしました。以上です。山田議員。丁寧なご答弁をいただきました。ありがとうございます。再質問をさせていただきます。大きな一番、児童・生徒1人1台タブレットのローミングの効果についての丸2ですが、まあ、先ほど操作方法をまあ丁寧に説明していくというようなことを聞きました。その後、さらに児童・生徒の ICT 活用のスキルを向上させていく取り組みが必要だと考えています。ご所見をお示しください。大きな2番、高齢者施設入居者の選挙権の行使についてですが、指定施設以外に入所されている高齢者の方は投票所に出向いていただくような内容の答弁がありましたが、移動が難しい方は何か他で投票できる方法はないのでしょうか。お示しください。大きな3番、小中学校の給食について6番目の朝ごはんを食べていない児童生徒に対して学校では何か取り組みを行っているのでしょうか。お示しください。大きな4番、行政におけるコロナ禍の影響について丸3番の区役所などの窓口での感染対策につきましてもう少し詳しく具体的にお答えをお示していただければと思います。以上で再質問を終わります。ご清聴いただきましてありがとうございました。当局の答弁を求めます。市民生活局長。市民生活局長です。区役所窓口での対応について、もう少しお話をさせていただきます。先ほどご紹介いたしました消毒液やアクリルボードの設置などその他には、定期的な窓開けそれから、待合でのすみません待合のお話を先ほどさせていただきました、それから、3月4月繁忙期を前に、待合情報のインターネット配信それから、接触回避そのためのキャッシュレス決済そういったものの導入を行っております。以上です。局長。局長でございます。2点、再生いただきました。まず、児
児童生徒の ICT 活用のスキルをさらに向上させていく取り組みについてですが、今後児童生徒が一人一台端末に慣れて活用スキルが向上するようになるするためには日々計画的な指導していくことが大切であると考えております。現在中学校区において学年ごとの子どもたちに身につけさせたい ICT 活用のスキルを示したカリキュラムを作成することとしておりまして、それに基づいて指導していくこととなると思います。続いて朝ごはんを食べていない児童生徒に対する取り組みでございますが、朝ごはんを食べるという行為は児童生徒自身が自ら望ましい食生活や食習慣や食生活を実現することが重要であるため、教科などの指導、また親子料理教室など食に関する指導の全体計画の中で解決に向けて取り組んでいるところでありますし、また関係出荷とも連携して取り組んでおります。以上です。選挙管理委員会委員長。選挙管理委員会委員長です。指定施設以外に郵送されている高齢者の方は投票所に出向いていただくような内容公言があったが、移動が難しい方は何か他に投票できる方法ないのでしょうかという再質問ですけれども、指定施設以外に入所されている方でも下肢の障害が1級から2級の方のように挙げられた方になりますが、郵便投票を利用することができます。対象になる方の範囲は選挙管理委員会のホームページや障害者の使用人などにも掲載させていただいております。以上です。以上で山田議員の質問は終わりました。質問の途中でありますが、午後1時まで休憩いたします。